ラウディオ、または、ロディオは、スペインバスク州、アラバ県のムニシピオ。コマルカとしては、クアドリージャでアジャラの構成自治体の一つである。両言語名が、優劣のさなく公式名であり、スペイン内務省などは二子どもの名称を、スラッシュ記号でつなげた、ローディオ、ロディオという名称を用いている。ラムーサ広場アラバ県の大部分は、地中海に注ぐエブロカワシ流の流域にあるが、 ラウディオ、リョディオは、大西洋に注ぐネルビオン川の河岸にある。アラバ県の県とビトリアガステースからは北西に 50km、ビスカヤ県の県とビルバオからは南に 20km の距離であり、ビルバオ都市県には含まれないが、ビルバオの衛星都市であるとされる。2013年の人口は18,510人であり、人口の点では、ビトリアガステースに次いで、アラバ県、 第二の都市である。ビルバオの工業発展に伴って急速に人口が増加し、アラバ県の中でも重要な工業都市となった。最低地点は標高130メートル、最高地点は標高782メートル。自治体内にはガストロノミーに関する博物館がある。近隣の自治体にはアムリオがあり、アムリオモラウディオ、リョディオと同じくビルバオの衛生都市である。 ラウディオ、リョディオの2004年総選挙における政党別得票率はバスク民族主義党が37.9%バスク社会党が27.8%国民党が18.6%エスケルバトゥアが6.9%バスク連帯が4.8%アララールスティが2.0%だった2011年の自治体選挙では ビルドが6議席、バスク民族主義党が6議席、バスク社会党が2議席、国民党が2議席、地元会派のオムニアが1議席となった。2011年に決闘されたばかりのビルドのナチョ、ウルキソ・ウルエタが市長に就任した。セルカニアス・ビルバオのロディオ駅で、ビルバオと結ばれている。ビルバオとガリシア州 B 号を結ぶアルコは、ロディオ駅、ブルゴス、レオンなどを経由し、 ビルバオとカスティーリアイレオン州サラマンカを結ぶデュルノは、ロディオ駅、ブルゴス、バリアドリッドなどを経由する。ラウディオ、ロディオには、陸上競技クラブのアスレティスモで、ラウディオがあり、エスタディオエジャクリというスタジアムを所有している。1949年には自転車ロードレースのグランプレミオでロディオが初開催され、2005年以降は UCI コンチネンタルサーキットに組み込まれている。 1985年には、リョディオボンチ国際クロスカントリー大会が創設され、毎年11月末に開催されている。CD ラウデオというサッカークラブがあり、セグンダ・ディビシオン B などに所属している。ありがとうございます。